はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、前回闘技場の怪獣相手にめっちゃ苦戦しましたけれども、この続きからやっていきたいと思います。とりあえず扉を開けて外へ行きましょう。まあ外って言っても闘技場の外ですけど、あ、これさっきのとこか。え、どっち、あ、こっちとか行けるようになってる。おー、あそこに回復地点。こいつらはじゃあ全力で倒しましょう。回復できるんで、って言ってもいつもと同じか、やることは。で回復して、まあちょっと始まったばっかりですけど、セーブをしてないんでセーブをさせてもらいます。せっかく怪獣2体倒したんでね。よし、 OK で、この奥ですかね、行ってみましょう。通れないようだ、マジかこっちか。ん、どう進めばいいんだ。デスビースト、なんかめんどくせえな。これで倒そう。基本全体攻撃で。よーし、まあ、ゴッドガンダムもすぐ上がりそうなんで、またダメージ床か。いっぱいあんな、ずっとダメージ床だな。ここはなんかちょっと広めのとこに出たぞ。マスターガンダム、ん、貴様ら、マスターガンダム、ティガはどこだ。何、貴様らではないのか。てっきり貴様らが連れ出したものと。悪いな、マスターガンダム、ティガは私が確保した。すまない、心配をかけた。シュピーゲル、貴様がティガを。別動隊のおかげさ、停電の混乱を利用させてもらった。返せ、こうなった以上ティガを生体ユニットにするほかないのだ。勝手なことを言うな。その時激しい振動と轟音が鳴り響いた。なんだこの振動は、まさかデビルガンダムが。いや、しかしそんなはずは。つかがここ、壁が、おお、壁が割れた。デビルガンダムだ。超銀河王もいる。そのまさかですよ。デビルガンダム、とうとう姿を現したな。超銀河王よ、デビルガンダムの生体ユニットはどうしたのだ。かけらを使わせていただきましたよ。ははは。かけらだと、幹部でもない貴様ごときがかけらを手にする権利はないはずだ。コソ泥の手からかけらを守ったのですがね。おお、おめえらやられたのか超銀河王は別動隊のメンバーを突き出した。ぐわっ、バース、すまない、あんこしくじっちまった。この野郎が現れてよ。大丈夫か。うっく、あと一歩だったんだけどな。メテオ、群れるしか脳のない連中がここでまとめて抹殺してくれる。かけらを守ったのはいい、だがわしのデビルガンダムに勝手な真似は。その前にまずはこれをご覧いただこう。やれデビルガンダム、ゴー。うわ、く、想像以上の破壊力だ。ほう、なかなかやるではないか。素晴らしい、超銀河王、かけらを生体ユニットにするとは考えましたね。私感服いたしました。さあヒーローどもを始末しなさい。言われなくてもそうするつもりだ。デビルガンダム、とどめをさせ。ゴー。どうした、ターゲットは目の前だ。ヒーローどもが見えないのか。ガーガー、
凄まじい闇の力だ。ガーン。欠片の力を制御できていないぞ。危険だ、暴走している。引け引け出た撤退バースたち、いけるか。あ、なんとかな、撤退は大得意だぜギャーン。何をやっているのです。もう一度命令を。ユートピア、無理だ、引くぞ。ゴー。う、我々も早く。ああ、これ何回撤退してんだろうな、全部でヒーローたちはなんとかその場から脱出し拠点へ戻った。お、ティガが仲間になった。ちょっとティガ入れましょう。しかしやばかったな、デビルガンダムは。まさかかけらを生体ユニットにするとは。すまねえ、俺たちがかけらを奪われちまったがために。相手が超銀河王なら仕方がないさ。やつの強さは桁違いだ。ああ、オーズ先輩の言う通りだ、落ち込むな。超銀河王が気になることを言っていたな。なんだ、もう一個はどこだとね。そうか、部屋には保管コンテナが2つあって、1つはすでに空だった。ということは1つはデビルガンダムの中に、もう1つは何者かが持ち去ったと。どこにあるんだ。く、俺たちの手で見つけてやる。ちょっとどこへ行くの。あんたたち少し休みなさい。相当ダメージが蓄積されているわ。医者としての忠告よ。その通りだ、ファイターなら常に自分の状態を把握しておけ。ライジングガンダム、私は少し回復したい。メディカルルームを借りる。もちろん、さすがシピーゲルだわ。しょうがねえ、俺たちも少し休もう。俺も医者の端くれだ、彼女の言うことはわかる。ライジングガンダムはバースたちを連れてメディカルルームへと去った。それにしてもティガが無事でよかった。改めてよろしくな。ああ、こちらこそ。俺たちはそれぞれ別世界のウルトラ戦士だが、思いは同じだ。力を合わせよう。もちろんだ。よし、では今後の作戦を立てるぞ。まず第一にデビルガンダムを追跡、これを撃破し取り込まれているかけらを奪うこと。そして第二に行方がわからないもう一つのかけらの捜索だが、どちらも現在地は不明だ。まずは別動隊の調査エリアを引き続き、かけら保管室のさらに奥、または周辺を当たってみよう。了解だ。了解。その時メディカルルームからダブルオーが現れた。はあ、はあ、ダブルオー。エルスに何かが起きている。ちょっとダブルオー、どうしたの。それどころじゃないんだ。うわ、どうした。エルスだ、エルスが。閉鎖エリアのエルスに何か異変が。俺も行かせてくれ。ライジングガンダム、ダブルオーはもういいのか。だいぶ回復してるけど戦闘は無理ね。それに目的はデビルガンダムとかけらだ。悪いがエルスの調査をしている暇はない。分かっている。だがもしエルスの大軍に襲われたら俺の対話が必要になるだろう。あいつらに絡まれたら厄介だ。分かった、あくまで不測の事態に備えた動向ならいいだろう。ええ、戦闘はしないって約束よ。ああ、分かった。よし、では準備ができ次第出撃だ。悪魔の目覚め。つまりどこへ行けと。パーティー編成をちょっとしましょう。ちょっとウルトラマンレオは外します。レオレオと、あと1個装備してなかったっけ。あ、これか。パーティー編成で、ゴッド F91、ティガで、ウィザードで、ティガをちょっと装備品、あー、やっぱつけたまんまですね。フォースが5しかないしょうがない。とりあえずメテオは重要なんでつけて。ボルジャーノンって何。あ、戦闘から逃げられるってやつね。あとはいいかな、つけなくて。
よし、ちょっとアイテムを預けますか。ほい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 と。で、ちょっと回復を5つ買って、復活キットも5つくらい買っときますか。よし、じゃあこれでいいでしょう。アイテムを整理して、うん、これだけあればいいかな。じゃあ再びウィズダムキューブへ行きたいけれども、どこだ、中継地点4でいいのか。どこへ行けばいいんだ。とりあえず探索でいいのかな。敵がいっぱい。あ、敵全体がない。おお。ゴッドガンダムレベルアップ。あ、ここは何もないけど。お、デビルガンダムが破壊した跡だ。奥に行けそうだな。行くぞ。ダブロー、行けるか。ああ、大丈夫だ。よし、この奥みたいですね。マップを埋めながら。おお、ファーストアタック。これか。うん、効率がいい倒し方っすね。ダメージ床が多いな。こっちは？おー、部屋がいっぱいだな。あ、ここに通じた、やった。新しい敵になってる。ビームライフ。あれ、ガギじゃん。よく見たらなんかシールドみたいなの買ったな。早くてよく分かんなかったけど。あれ、何、前方の床が変質している。ん、この床の感じは欠片の保管室が近いからな。闇の力の影響が出ているのかもしれん。なるほど。ダメージ床はちょっと嫌だから避けていきましょう。ゴッドガンダムが少し遅いな。なんかダメージ床がいっぱいだ。お、ここが保管室か。ここだ、ここが欠片の保管室だ。コンテナが2つある。バースたちの言った通りだ。でけえなコンテナ。さらに奥に行けるようだな。行ってみよう。こんなでっけえコンテナに保管してたの、かけらを。ここの扉は、あれ、なんか近道みたいな感じになってるけど、どことつながるんだ。
とりあえず宝箱をゲットと。ショットランサー、え、何ショットランサーって武器、武器だ。おお、ここはあれだ、電磁バリアで行けなかったところだ。なんで先に進むのはこっちっすね多分。なんか部屋に出たけど逆側か、あっちの。物理攻撃なので、物理攻撃を反射する技使ってくるのがまた厄介だな。上行くエレベーターだな。地下3階にはこれ以上何もなさそうだ。ならば上を探索するのもいいだろう。よし、行きましょう。じゃあここは地下の2階か。この部屋は何もおおないとか思ったら、なんだこの穴は。うん、なんでしょうね。この大きさ、破壊の仕方、デビルガンダムに違いない。デビルガンダムは上へ移動したということか。うっかー、どうした、来る、見ろエルスだ。はあ、やったぞ。この穴のせいで地下1階の閉鎖エリアから抜け出してきたか。はあはあ、おそらくな。だが数が少なくてよかったな。すまない、次は必ず対話を試す。探索を続けてくれ。とりあえずエルスも出てきて来る感じになりそうっすね。ガギがいる、ガギが。ちょっと前までまさかガギが出てくるなんてみたいなこと言ってたのに、いっぱい出てきてんだけど。こっちではない。いや、完全になんもなかったな、ここ。うん、防御力を上げてるけど、無意味ですね。わあ、なんもなかった。宝箱1200円。アングロスヒットポイントが高いんすよね。あ、弱点風光。風の全体攻撃があったような気がするんだけど、ないか。うん、ないね。そろそろレベルアップをしてもらいたいけど。あ、ここからまた他のエリアに行くのか。上か、そうすると。おっと、エルスに完全に侵食されてるけど大丈夫？意外とエルスに遭遇しないな。穴のせいで活動範囲が広がり分散したのでは？いや、エルスは群れをなすはずだ。きっとどこかにいる。そうだ、この階には倉庫があったな。あそこには俺の太陽炉が保管してある。あれが手に入れば
高濃度の GN フィールドが展開できるはずだ。対話を成功させるには対応度があった方がいい。だが扉はエルスに侵食されていた。いや、ここはすでに倉庫のあるエリアだ。そうか、ならば倉庫を目指そう。なんかどんどん目的が変わってんな。おお、ちょっと見づらいな。おお、エルスだ。これはエネルギー攻撃でやった方がいいのかな。うおー、なんかなんかどうなってる物理攻撃効かないっしょ多分。その代わりエネルギー攻撃は効きますね。エルス小型大型一気に手に入れた。ゴッドガンダムの SP がなくなっちゃったよ。とりあえず太陽炉をどこかで見つけたい。こんな中に入ってないかな普通の宝箱の中に。アクアマリン太陽炉が入ってたとかないのかな。うん、ゴッドはちょっと今ゴッドスラッシュが一回使えるけどな。うお、これどれくらい吸い取られてんだマシンキャノン聞いた今。なんかいまいちよく分かんなかったんだけど。太陽炉を手に入れる前に一回戦闘起きるかな。こっちでいいのそもそも。あー倒せるかな。あ、ダメだ。 F91 しかちょっとまともに機能しない。ゴッドはもうないからしょうがないよな。よーし、これで回復した F91 が。どっちかというとゴッドが回復してほしいんだけど SP がないから。ライダーもそろそろなくなってきてるな。あれ何、ここだ。この箱か全然わかんない。宝箱どころか普通の箱じゃねえか。ゴッドガンダムは箱を開けた。そこには2機の太陽炉が格納されていた。これか。いや違う、これは違う。確かに太陽炉だが見慣れないタイプだ。俺はこれを使うことができない。おい、なんだって。すまない、寄り道をさせてしまって。使えないからといってここに置いておくわけにもいかないだろう。そうだな、念のためこれは俺が持っていく。探索を続けよう。え、マジでてか何これ、普通の箱だよ本当に。また穴だ。穴は床から天井を貫いていた。デビルガンダムは地上に出たということか。なるほどね。サクッと倒したいエルスは。経験値も全然持ってないな。ちょっとめんどくさいっすねエルス。あ、なんか穴がある。穴があるじゃなくてエルスに侵食されてないところか。上へ行くエレベーターだ。これで地上に出られるな。いきなりデビルガンダムに襲われるなんてのはごめんだぞ。だがそれぐらいの覚悟はしておくべきだ。え、覚悟しておくべきなの太郎さんどうなんすか、どうしよう。
ちょっとじゃあ一回帰ってまたここに来ましょうか。リターンします。お、カジノが強化された。はい、というところでウルトラマン太郎がなんか不吉なことを言ってるので逃げ帰ってきました。じゃあ次回はまた地上に出たいと思いますので、今回はこれで終了します。